セグー州はマリ共和国の州。州とはセグー。セグー州はマリの中央部に位置し、東をモプテ州、南東をブルキナファソ、南をシカソ州、東をクリコロ州、北をモーリタニアと接する。セグー州はサヘル地帯に属し、年平均降水量が513ミ、mm、リメートルという半乾燥気候である。そのため、 州内を流れるバニ川とニジェール川という二つの水路を利用した灌漑農業が盛んに行われてきた。セグー州の気候は雨季と寒季があり、雨季は6月から9月まで4ヶ月間続く。寒季は初期と寒季にまた分かれる。寒季には北のサハラ砂漠より冷たく乾いた春末端が南へと吹き抜け、雨季には南からモンスーンが北北西へと吹き抜ける。 2004年には、この州の人口の半分は15歳未満だった。人口増加率は年、年2.1%で、人口の79%は農村に住む。住民は、バンバラ人、ボゾ人、ソニンケ人、マンディンゴ人とトクロール人が多い。この地域の人口の半数は、バンバラ人である。バンバラ人は、バンバラ語、または、ジュラ語を話す。2番目に、 人口の多いのは、ボゾ人であり、彼らは漁業を中心とした生活を営む。またニジェール川水運を担うのも彼らであり、周囲からは水に熟練した民族とみなされている。ソモノ人も漁民であり、厳密には民族ではなく、ボゾ人やソニンケ人、バンバラ人の根血である。マンリンゴ人は、バンバラ人と密接な関係があり、服装や信念、 宗教的観光をバンバラ人と共有する。ソニン家人は偉大な商人及び選手として知られている。セグー州の主産業は農業、牧畜、それに漁業である。セグー市は漁業と市場、それに陶器製造で知られている。セグウの市場には毎週多くの客が市外から訪れ、野菜、陶器、麺、金、皮、果物、牛、穀物などを買ってゆく。 セグー州の県、セグー州は7つの県に分かれている。ブラ県ブラバルーエリ県バルーエリ、マシーナ県、マシーナニオの県ニオの、ディアバリ3県3セグー県、セグートミニアン県トミニアン2001年時点の人口は188万7100人。ありがとうございます。